俺たちスターズアルファチームはラクーンの森林地帯上空を飛んでいた。ある任務途中で消息を絶った先遣部隊ブラボーチーム、彼らの行方を懸命に探していた。クリス、何か見つかったか？いや、まだだブレント。最近ラクーンでは奇妙な連続殺人事件が頻発していた。10人ほどの集団によって民家が襲われるという凄惨な事件だ。被害者は皆一様に食い殺されていた。その事件を調査していたブラボーチームが消息を絶ったのだ。見て、クリス。ブラボーチームのヘリは無残に置き去られていた。ケビンの遺体だけを残して。俺たちは他の隊員の捜索を続けた。そしてそれが悪夢の始まりだった。館にたどり着いたのは3人だけだった。ウェスカー、ジル、そして俺。バリーの姿はなかった。みんな大丈夫？バリーはどこだ？おそらくは。まさか今の音は？俺が見てくる。頼むぞ。私とジルはここを確保する。クリス、気をつけて。ああ。
ウェスカジル二人はどこに